ティクナット・ハンは、ベトナム出身の前奏、平和、人権運動家、学者、詩人、ダライ・ラマ14世と並んで、20世紀から平和活動に従事する代表的な仏教者であり、行動する仏教、または社会三角仏教の命名者でもある。アメリカとフランスを中心に、仏教及びマインドフルネスの普及活動を行っている。1926年、 ベトナム中部の笛に生まれる。1942年に同地の自故寺にて出家し前僧となる。1950年に禅の道場を創設。ベトナムで初めて僧の授業に外国語や西洋の科学、哲学の学習を導入する。ベトナム戦争中は僧院の中で修行を続けるべきか、あるいは僧院を出て、 爆撃に苦しむ人のために行動すべきか考えた末、戦火をくぐりながらその両方を行うことを決意し、いわゆる行動する仏教の指導者として、被災者や難民の救済を行う。1964年以降、病院や社会福祉青年学校、万業大学、雪原道、さむなどを設立し、孤児たちの社会的支援や死体の回収などを行った。 1966年に渡米して、ベトナム戦争終結の和平提案を行う。詩や著作を通して、アメリカ社会に善を根付かせるのに貢献した。その思想は、キング牧師に深い影響を与えた。キング牧師の推薦により、1967年度のノーベル平和賞の候補となる。1973年のパリ平和会議では、ベトナム仏教と主席代表を務めた。 この後、ベトナム政府から帰国を拒否される。1982年に南フランスにプラムビレッジ瞑想センターを設立。社会的活動を継続するとともに、その教えに惹かれて集まる多くの人々への瞑想指導を始める。彼の精神的指導のもと、プラムビレッジは小規模な地方の農場から西洋で最も大きく活動的な仏教創意にへと成長した。 1995年4月に来日し、約20日間、日本各地でリトリート、瞑想会、講演会を行う。2003年、2011年にはアメリカの連邦議会にて瞑想を指導。2006年にはパリのユネスコ本部で暴力、戦争、地球温暖化の悪循環を解消するための具体的手段を要請する演説を行う。2007年、ハノイにて、 ユネスコ主催の国際ウェイサカ祭に、基調講演者として招かれる。2008年10月、インド国会にて開会の辞を述べる。2009年、メルボルンのバンコク宗教会議で講演。2011年、カリフォルニアのグーグル本社で1日マインドフルネスによる、リトリートの指導を行う。2012年、ウェストミンスターの英国議会及びストーモントの北、アイルランド議会に招かれ。 自費と非暴力のメッセージを伝えた。2014年11月、フランスにて重篤な脳出血で倒れ昏睡状態に陥るが、翌年初めには少しずつ意識を取り戻す。言語に障害が残るも、奇跡的な回復を見せ、2015年4月にはプラムビレッジに帰還。現在は、訪問医の指導と弟子たちによる24時間体制のケアのもと、リハビリに励んでいる。 ありがとうございます。